老石は老のように半透明で柔らかい石を言う。老石は破老石などを含む老感のある鉱石である。単一の鉱物ではなく、いくつかの鉱物の集合体の名称である。流門岩やデイサイトなどが熱水作用を受けて生成したと考えられている。日本では岡山県微前市三井市、広島県小原市小鉱山などが産地。 耐火レンガやガラス繊維などの原料として利用されている。老石を構成している鉱物を老石鉱物という。波老石のほかカ香りナイト、ダイアスポア、コランダム、ケンウンハハ、ミョウバン石などの鉱物が含まれている。販売している老石筆記用の老石石筆とも呼ばれるそれは小さく切断された罰石であり、筆記具として用いられる。 主な用途は建設現場や鉄工所、造船所などで鉄板やコンクリート面などに作業のための記号や指示を記入するためである。鉄工では線や文字が炎や水でも消えないため現在でも使用されている。鉛筆が普及していなかった明治時代初期の小学校ではノート代わりに石板を用い楼石で書き取りを行った。利用法はチョークと似ているが 描かれる線の色は白色のみである。子供はこれで地面や塀などに落書きをしたり、石蹴りなどの遊びで使われる図形を描いたりする。コンクリートの地面や石垣などに絵を描くのに適しており、描いた絵は比較的容易に消すことができる。ありがとうございます。